で、大阪の方が僕に言ってきて、顔そっくりやなって言って、その人は言うて、なんかぼんやり。そんなエピソードいらん。そんなエピソードいらんのね。無理やりイタチに勝とうとすんな。イタチもそうやけど、これは家のこだわりで持ってきてもらったら。だからもう、僕、そのそばあるじゃないですか。この前からこうやって犬を見てる空間がすごい好きなんですよ。あ、ここで座ってるね。冷やされるわ。冷やされます。ああ、なるほどね。わかります。いい、いい、いい。Folks, tell me.